こんにちは、さくらさん、久保です。YouTube をしていると叩かれることも もちろんあるんですけども、まあ、逆にですね、私たちは権力者を結構叩いてるんですよね。まあ、そう考えたら菅総理にしても麻生財務大臣にしてもものすごいね、国民の憎悪やストレスを抱えながらそれでもたくましく生きてるなという気もするんですよね。もちろんこれからもその権力は私は叩き続けますけども、是々非々ね、権力の使い方が私にとって適当じゃないなと思ったらね、言いたいことを言わせてもらいますけども、ただやっぱり私はね、政治家さん個人には特に恨みがないんで、そういうこともね、一緒に伝えていきたいなと思います。ちょっと話がそれたんですけども、 YouTube をやってるとね、個人的に叩きたいやつが出てくるんですよ。だからなんかね、私が言ってること、その話の内容とか考え方がいい悪いじゃなくて、私という存在が気に入らないっていう人も出てくるんですよね。まあでもそういうことも込みで、うん、この世の中っていうのは生きていかなければなりませんしね。そして私はね、誰にでも気に入られるような人間にもなれないと思ってるんですよ。ただそんな中でも、どんなにね、傷つけられて石を投げられても、こういったさくらさんみたいなね、方との出会いがあれば全部帳消しになると思っております。これからもよろしくお願いします。じゃあ頑張って YouTube やっていきましょう。失礼します。